はい、ということで今回もやっていきたいと思います。どうもラルでございます。ということで今回もですね、にゃんこ大戦争スイッチ版の方やっていこうかなと思います。ということで前回の続きでですね、またまた今回もですね、残りのにゃんこガチャですね、残り874枚、こちらの方を全部消化してね、とりあえずまあレアチケットの方が何枚手に入るのかまあ検証しつつね、まあとりあえず雑談しながら、ガチャの方やっていくんでよろしくお願いします。じゃあもう早速ね、もうやっていきましょう。もうガンガンいきましょう。もうね、数がやばいんでね、もう早めにちょっと終わらしたいんで、じゃあガンガンねやっていこうかなと思うんでよろしくお願いします。ちょっと前回のねこれが整理してなかったんで、やっていきます。ちょっと適当すぎだな。もうちゃんとこれやっとけばよかったね。よし、 OK ということで、じゃあ行きましょう。ガチャルセロ、はい。さあということでやっていきたいと思います。もう前回はね、なんだかんだでそこまでねガチャの方は回してないかもしれないんで、ちょっとねあれだったので、今回はもうちゃんと回しきるのでよろしくお願いします。でとりあえず今回、そうですね、話す内容考えようと思ってたんですけどね、結局考えずにねもうぶつけでやっていくんで、まあその時思いついたことをまた話していく感じでやっていくんでよろしくお願いします。まあそんな感じでね、まあ残り854枚をね、まあ消費できるまでね繋げられるかはちょっと不安なんですけれども、まあやっていければなと思います。ということで、まあなんだかんだでですね、この間ね、本当に1兆円で何もね、死にかけてたんですけど、まあそれからまあ1週間ね、とりあえずなんか無事立ってね、まあ今は本当にもう完璧ピンピンしてる状態なのでね、もうあの頃がすごいね、なんか本当にきつかったなぁなんて思うんですけれどもね、まあ結構時が経つのがすごい早いなぁなんて感じながらね、もう今を生きてるわけなんですけれども、ちょっとね1兆円のね、なんて言えばいいんだろうね、まあその時のエピソードでもちょっと話していこうかなと思うのでね、もう1兆円ガチャみたいな感じになってしまうんですけれども、よろしくお願いします。ということでね、まあ1兆円の方にねかかったわけなんですけれどもね、また時は遡る方向、もうダメだこれ、はい、喋れねえんだけど、また時を遡ることね、1週間前ですね、多分まあ投稿してるのが、まあ、大体翌日とかね、まあ、今週、まあ、月曜とかになってるかな、そうするとまあ先週のね土曜日とかになるんですけれども、まあ、そこからねなんかちょっとね、体にね異常を感じてね、なんかね夜かな、寝るぐらいにねなんかすごい発熱してね、ああね、俺もしかしてワンチャンこの流行のあれにかかってしまったのかみたいなね、ちょっと不安になったんですけれども、起きたらその熱っていうのがスーってね、もうなくなってたんで、あれおかしいなって思ったんですよね。でそれで、まあ、そこからね起きて数時間ぐらいしたら、今度はね腹痛の方がもうね、もう本当に耐えられないほどね、もうなんだろうね、もうなんて痛さって表現すればいいかわからないけど、もう本当にね生きてて辛いっていうね、それぐらい本当にきつかったですね。であとはまあ腹痛の後はもうね、もうあれしかないとは思うんですけれども、さすがに実況中にそんな汚い話はできないんで、そこはちょっとね伏せさせてもらうんですけれども、まあ腹痛とそのねピーをね繰り返すみたいなね、そんな日々を2日ぐらいかな、もうとりあえずねなんか良くなったかなと思ってね、スッとで立ち上がるとねまた腹痛に見舞われてみたいな、そんな感じを繰り返してたんで、もう本当生き地獄みたいな感じでしたね。でそうですね、1兆円になった時ってね、本来は何も口にしない方がねいいらしいんですけれども、なんかね食べないとまずいかなっていうのでね、ちょっと食べてしまったんだよね。それがちょっとね長引いたのかもしれないかな、本当はね全然食欲もないし、なんか固形物見るとねもう逆になんか出そうなぐらいね食欲なかったんですけれども、まあここはなんかね無理やりね本当に突っ込んだ方がいいんじゃないのかなみたいな感じでやったのがね、もう後々ダメっていうことを知ったのでね、今後もしね1兆円に、まあ、なりたくないんですけどもね、まあ、もしまたね、かかった場合は、まあ、その教訓を生かせればっていう感じがするんでね、まあ、ぜひね本当に気をつけてください。まあ例のね、まあ、風邪しかりね、まあ、今回の1兆円しかりとね、まあ、本当にねもうなんかただの風邪だったらいいんですけれども、まあ、そうじゃなかったのが一番ね、もう本当に腹痛って一番嫌いなあれかな、病気って言えばいいのかな、本当にねなんかね
お腹強いんだか弱いんだか場面によってね、本当になんか自分の体は何とも言えないのでね、まあそんな感じでね、まあ、半生の鶏肉だけは食べないようにしてください。これは本当にね、あ、これはマジで言えます。はい、もう本当にね、まあ本当に生焼けの鶏だったのかは、そこは真相はね、ちょっと何ともね言えないんですけれども、でもなんかね見たところそれがね原因じゃないのかなっていう感じがするんですよね。ちゃんとね加熱してねやればよかったんですけどもね、味見の時にね、あーやべえ生焼けだみたいな感じのね、場面があったのでね、まあ、そこはちょっと気をつけたいなと。もうちゃんとね料理するんだったらもうね火を通しまくってね、まあ焦がすまではいかないけど、まあそれなりにね、熱をね、しっかりと、でまあ断面を確認するんだったらしっかりと包丁でね確認するのがまあ一番かなと思いましたね。はい、ということで、まあ自炊する方はぜひよろしくお願いします。はい、ということで、まあそんなこともさておいて、そんな話してもまだ100枚ぐらいしか消費できてなかったよね。嘘でしょ、俺の1兆円の話100円分ぐらいの尺しかなかった。嘘でしょ。ね、まあそんな感じかな。あとはそうですね、あれ YouTube のなんだっけな、コミュニティかな、あれに載せたか覚えてないんですけれども、多分点滴のね画像をもしかしたらコミュニティに貼ったかもしれないんですけれども、そう、病院にね翌々日かな、発症してからね、休日はね病院行きっていうのはあんま行きたくないんで、平日だったらね、なんか気軽に行けるんで、平日にね、まあ、ちっちゃな病院に行って、そこでね、まあ、胃腸炎ですね、みたいなこと言われて、で、そこで、点滴の方をね、打ってもらったわけなんですけれども、まあ、点滴ってかなりすごいね、なんか、まあ、やるとやらないではかなりね、違うなっていうのがね、感じましたね。いや、なので、本当にね、まあ、点滴、この人生でまあ数回ぐらいしかないんですけれどもね、まあまた今後ね、お世話になるんじゃないのかなって感じがしますね、点滴に関してはね。まあそんな感じですかね。まあ胃腸炎エピソードっていうのはね、本当にまあきつかったね。うん、マジできつかった。もう下に出なかったけどね。あとはそのね、胃腸炎になってる時はね、OS1 っていうドリンク。前回ね、多分 OS1 っていう単語が言えなくてね、結局なんかモヤモヤした感じのトークだった、なんかね、動画があった気がするんですけれども、まあそれが OS1 だったわけなんですけど、あれね、なんかね、本当にね、病気の時ってね、うまく感じるんですよね。普通にね、元気な時になると、うえってなるんですよ。もうなんか、ポカリを究極に薄めた、なんかドリンクみたいな、だったら水の方がマシみたいな感じのドリンクがあるんですけれども、まああれね、本当に脱水症状とか、そういう時に飲むとすごくね、美味しいっていうか、まあ、美味しく飲むわけではないんですけれども、まあなんかすごい染みる、ね、いいドリンクだなと思ったんで、ね、まあ OS はちょっとね、高いんですよね。なんか特茶とかね、あの辺、あれよりちょっと高いぐらいなんですけれども、まあでも本当にね、ちょっとね、体調悪い時とかね、まあ脱水症状の時は本当にね、かなりいいドリンクなんで、ぜひね、薬局とかね、まあこれもなんかステマみたいな感じなんですけれども、本当にね、いいドリンクなので、まあ、ね、飲んでみてください。まあ元気な時に飲まないでください。はい、そんな感じかな。本当にね、なんかね、風邪とかね、一回ね、体調崩すとね、なんか俺みたいなね、もうなんか引きこもり系はね、本当に一気にね、もうなんか、なんて言えばいいんだろうね、なんかもう風邪、一年分の風邪を一気に引くみたいなね、症状になるんですよね。まあ、今回胃腸炎だったんですけども、去年の、まあ、もうちょい11月とかかな、なんかね、めちゃめちゃ風邪ひいた時があったんですよね。その時もね、普段風邪ひくとね、結構ね、バカは風邪ひかないみたいな単語があるんですけど、本当にもうそれがね、自分に当てはまって、風邪ひいても半日とかするとね、結構治ってしまうんですけど、この年になるとね、一回風邪ひくとね、めちゃめちゃ引きずるんですよね。そう、それで結局ね、その風邪ひいて、1週間まではいかないけど、半週間、4日とかかな、もうかなり引きずってね、いや、なんか結構きつかった思い出がありますね。まだコロナがね、例のね、あれがね、流行する前だったんで、まだ良かったんですけどね。まあ、その時はね、OS1 は飲まなかったけど、なんだっけな、なんかね、高麗人参かな、なんかすごいなんか苦いね、そういう栄養がいいね、ドリンク、漢方的な感じのね、貯蔵庫がいっぱいだったんで、ちょっと一旦ね、話を断念しましょうか。ということで、ちょっとまた小屋市の方で読んで書いて、おー、26枚。ありがたいですね。
よーし、オッケー。ということで、じゃあ、もう一回再開しましょう。ね。はい、残り621だったね。いやー、まあ、そんな感じで。で、そう、その、なんかすごい苦いね、ドリンク。あれを飲んだのがすごい覚えてるかな。で、病み上がりのね、天下一品をね、食べたらすごく美味しかったですね。本当にね、ちょっと体調悪い時のね、こってりラーメンで無敵だなってね、あの時はすごい思ったんですけどね、あの時はね、狂ったようにラーメン食ってたんで、もう本当に一番最高体重とかだったんで、もう本当に二度とね、その生活を送りたくないな、みたいな感じがするんですけど、まあたまにだったらね、いいかなって思いますけどね、頻繁にね、週4とかでラーメン食うのは本当に良くないなと思いますよね。まあそれがね、体調ダウンにもね、ブーストかけるようなものなのかなっていう感じがしますね。っていうことで、まあ体調悪いそういうエピソードだけでもう10分使いましたね。なかなか頑張りましたけど、まだチケットの他残ってるんで、いやちょっと待って、まずいよ。まだ584枚あるんだけど、この動画で収まるかな。できればね、ちょっとね、今回で全部ね、やらないとね、ちょっと良くないんですよ。本当に。前回そこまで回さずにね、15分ぐらいで切り上げてしまったんで、ちょっとそのね、それはちょっと良くないので、まあ、とりあえず今回はちゃんと回し切るんでね、そんな感じです。ちょっと風トークでもう、ここまで使ったんだけど、あとなんかあったっけな、もうなくないって感じなんですけれども。まあ、そうだね。せっかくなんで、じゃあ、あとは、もう関係ある話にしましょうね。うん、まあ動画のね、話でもしようかなと思うんですけれども、まあなんだかんだでまたですね、もう8周年、スマホ版のね、もうニャンコの方が8周年がもう少しで来るんじゃないのかな。そう考えるともうね、また1年経つのすごい早いなーなんて感じがするんですけれどもね。まあまた8周年になったら、もしかしたらね、プラチナチケット配布とか、あとはそうですね、またあれかな、お願い系とかまた来るのかな。あとはそうですね、8周年の多分限定パックとかね、今度は888円とかで出るのかわからないんですけれども、まあそういうのもいろいろ来ると思うので、まあその時はね、まあ8周年ということがおめでたいんで、まあいろいろとちょっとね、動画の方も作ろうかなと思うのでね、まあ課金が必要な場面はしょうがないんでね、自分のお財布からね、とりあえず、ね、まあ出して、まあそういうのも買ってね、楽しみたいなと思います。最近ちょっとね、スマホ版も、まあやるはやるんですけれどもね、もう本当になんか最近は、なんか自分の中でね、スタミナ消化とか、そこまでなんか当たり前のことをただこなすだけのね、毎日だったんで、ちょっとね、そろそろなんかイベントとかね、そういうの来てほしいなと思ってた矢先なので、まあもう少しで多分来ると思うので、まあそれは楽しみに毎日ね、実況の動画の方もね、まあ出していければなと思いますね。まあ、まあ、それぐらいには多分スイッチ版の方はもう全部ね、やりきって、もう一旦多分ね、セカンドデータに関しては、まあ最終回迎えて、まあ落ち着いてるぐらいなんじゃないのかなって思うんでね、そしたらまたあれですね、もう一個ね、スマホ版の方がサブチャンネルじゃねえ、サブアカの方ですね、あるんで、まあそれも、まあ頻繁ではないんですけど、たまにね、進捗状況的な感じの動画だったり、まあそういうのもね、定期的に上げていければなと思います。はい。まあそんな感じかな。結構ね、サブアカの方はね、やってないものが結構あるしね、正直もう完全にログインゲーになってるんで、もう本当に全然手つかずの状態なんでね、まあそろそろやらないとかなーって思っていた感じなので、まあちょっとね、それも落ち着いたら、やろうかなと思います。はい。まあまたね、レジェンドとか全部制覇するのはちょっとさすがにね、ちょっとしんどいので、まあそこはちょっとね、考えずに、まあ、サブアカに関してはもう完全にまあエンジョイっていう感じかな。まあ好きなようにね、自分のペースでやっていくっていう感じかな。で、本アカの方はまあできるだけね、まあやれることは全部やり尽くすみたいな感じでやっていければなと、思ってるんで。で、またね、飽きたら、スイッチ版に戻って、みたいな、そんな感じかな。まあそれが僕のね、ニャンコライフになってくるのかなと。まあそうすればね、なんだろう、もう一年中ね、ずっとニャンコを楽しめるっていうね、まあもう本当にね、頭の中お花畑な自分なのでね、そんな感じでやっていければなと思うので、よろしくお願いします。まあ、あとはサブアカですね、サブチャンネルだ。もうなんかごちゃごちゃになってるんですけど、YouTube のサブチャンネルの方でですね、最近めちゃめちゃハマってるゆるゲゲなんですけれども、まあ、あれの方もね、実況の方を細々とやってるんでね、まあ、ちょっと気になった方は良ければね、サブチャンネルの方をね、まあ、見ていただければなと思うんでね、最近ね、本当にびっくりするほどね、ハマっててね。まぁ、ちょっとまだね、キャラクターを覚えるのが必死だったり。まぁ、あとはそうですね。
もうなんかずーっとね、お宝集会とかでね、なんか真面目にやってる時はあまりないんですけれども、まあでもね、今のところ意外とね、地道に進められてるので、まあ、ゆるぎりに関してもね、まあ今のところの、そのね、バーツね、どこまで進められるかわからないんですけれども、まあそれもね、まあ行けるところまではちょっと頑張っていこうかなと思います。まだね、高難易度ステージとかね、まあニャンコでいう狂乱とか、まあそういう立ち位置とか、まあ多分まだ全然いけるね、まあ、強さとかではないので、まあそこも目標にやっていければなと思います。結構ね、なんかね、ガチャキャラクター超激レアかな。もうなんかちらほらね、所持してるんで、まあせっかくだったらね、ちょっとやれるところもね、遊びたいなーっていう感じでやるので、まあ結構忙しくなってくるんじゃないのかなと思いますね。ということで、ちょっと貯蔵庫がいっぱいになりましたね。じゃあまた小屋しに買いますか。おー、いいね。めちゃめちゃ手に入る。よし、じゃあまた再開ですね。はい、ということで、まあなんだかんだで残り300枚ぐらいだった。うん。いやー、頑張ったね。いやー、疲れたよ、もう。なかなか疲れた。もう喉がカラカラなんですけど、ちょっと休憩します。はい。そうね、マックでね、ちょっと頼んだ黒ウーロン茶飲みながら、やってるわけなんですけど、そう、あのね、1週間ぶりでもないけど、もうね、胃腸炎にかかってから数日もね、もう高カロリーっていうか、もうちょっと脂っこいものもね、受け付けられなかったんですけれども、もうなんか今日ね、耐えられなくなってね、マック食べないみたいなね、感じになって、頼んでね、買って食べたんですよね。いや、幸せですね、って感じですね。いや、めちゃめちゃ美味しかった、本当にね。なんだろうね、なんか食べたらね、いけないんだよ。別になんか体調は治ったんだけど、なんて言えばいいの、カロリー的に、もうこの年になってね、カロリーを気にしないといけないのに、もうね、もうカロリーの暴力たるとでもね、バーガーセットと、しかもね、単品でバーガーも頼むみたいな、ね、なんだっけ、何バーガー頼んだんだっけな、照り焼きチキンだったっけな、なんか普通のね、バーガーだとね、なんかあれかな、チキンの方がいいかな、みたいな感じでね、なんか妥協してね、チキンの方に変えたんですけど、いや、なかなかボリューミーでね、いやー、美味しかったんですけれどもね。まあもう1週間ぐらいはね、ちゃんとね、もう食生活をね、直さないとかなって感じですね。まあ胃腸炎のおかげでね、なんか何キロかね、落ちたんですよね、体重の方が。まあいい痩せ方ではないんで、まあ、また多分リバウンドっていうか元には戻るかなとは思うんですけれども、まあね、そのおかげでちょっとね、胃袋の方もちっちゃくなったんで、まあこれをうまく活かしてね、ちょっとダイエットの方もね、やらなきゃなって感じでございますね。まあそんな感じでね、話の方は脱線したり戻ったりみたいな、よくわかんない状況なんですけれども、まあとりあえずね、なんとか繋いだんでいいんじゃない、これもうね。で、そんな感じかな。じゃあ、もう残り300枚これ切りますね。はい。あとはそうですね、もうあと数ヶ月、あと2ヶ月ぐらいかな。もうね、もう年末に近いね、まだなんだけど、まあもうね、そこまで来たかっていう感じなんですよね。まだね、僕の頭の中ではね、まだ夏っていう気分なんですよね。気温は寒くなったけど、まだなんか8月の涼しいぐらいじゃないのみたいなね、そういう気分なんで、ちょっとあまり実感が湧いてないんですけれどもね、まああと数ヶ月したらまた年末ねみたいな感じなんでね、いや、なんかあっという間な感じがするんですけどもね、またそのセリフをまあ毎年ね、話していくんじゃないのかなと思うんですけれどもね、まあ僕の活動もね、なんだかんだね、もうこんなに長くなるとは思ってなかったんでね、いや、まあこれもまああれですね、皆様のね、ご協力っていうか、まあ見てくれてる方のおかげでね、まあここまでね、まあ活動を続けられてるので、まあとりあえずね、まあなんて言えばいいんだろうね、もう完全に緩いね、まあ動画にはなってるんですけれども、まあこのペースでね、まあ続けられる限りやっていこうかなと思います。まあもし途中でね、もう対応を患って死んでしまった場合はもう、そこまで、更新できないんで、もう幽霊になって更新するかはわからないけれどもね、まあそういうことにもなるのでね、まあとりあえず自分の身に何かが起きるまでは、動画の方は作ろうかなと思うのでね、よろしくお願いします。はい。そんなこともさておいて、あと何枚ですか？もう、疲れたんだけど。もうね、夕飯もね、さっき言ったマックをめちゃめちゃ食ったから胃袋もきついし、まあ、あと254枚か。でもまあ、消化した方だね。いやー、なんかすごい長く感じだけど、まあ短く感じる、なんとも言えないんですけども。いやー、
あと1回ぐらいかな、貯蔵庫がいっぱいになりましたっていう表示が出てくるかな。で、とりあえずどうだろうね。チケットの方は合計何枚ぐらいになったかな。100枚ぐらいは正直欲しいところ。そうすれば残り、それで溜まったね、エアチケットを全部、どうしようかな。何に回すかな。蝶猫祭で回したかったんだけど、そうすると、ちょっとね、狙いを定めづらいっていうのがあるので、もうね、もう限定キャラクターに関してはもう正直いいかなって感じなんで、そしたらいいかな。ガチャごと、欲しいちょっとね、キャラクターの、まあガチャで回せばいいよね。もう多分999枚レアチケットを貯める気力はもう一切ないんで、もうあとはね、軽くレアガチャ引いて、あとは、レジェンドステージやって、もうね、スイッチ版の方は、切り上げたいんで、まあそういう感じなんでね、まあ蝶猫さんの方は、終わりでございます。はい。こんな感じですね。まあそしたら、スマホ版の方もね、そろそろ本腰入れてね、やっていかないと。ちょっと新レジェンドね、正直ちょっと難易度の方が高すぎてね、やるのにもちょっとね、なんか重い腰をね、上げなくちゃいけないので、ね、そこもやらなきゃな。ちゃんとね、やらなきゃね。はい。よし。ということで、いやー、やっとだよ。長かった、マジで。すごい長かったんだけど、短く感じるけど、やっぱ長えよ。うん。だって、完成してそこからね、変わるまで何枚あったの？もう合計多分1200か1300くらいあったんじゃないのかな。一回貯蔵庫の方がね、999の状態で一回起こったんで、そうすると多分1200枚は軽く多分超えてる感じですよね。そうして。いやー、よく貯めたね、マジで。まあ、ただ単に消化しなかったがゆえの結果だったんですけどね。まあ、そんなことも勝てるんで。そうだね、スマホ版のレアチケットじゃねえ、にゃんこチケットもね、後でちょっと消化してね。で、もうじき多分ね、その8周年。あれのね、もしかしたら超極猫祭の方がね、また多分絶対ね、今年中に1回ぐらいね、来そうなんで、まあ、それまでにちょっと今地道にね、もう極力あまりね、課金せずに猫缶を貯めたりとかしてるんでね。まあ、それでね、まあ一気に消化して、まあ今期の次こそですね、次こそ。持ってないね、限定キャラクターを引いて、まあいい年越せればなっていうね、そういう甘いね、甘すぎるね、考えを持っているんで、ね、まあそれで爆死するのがもう夢じゃねえよ、夢ではないけど、結果かなって感じがするんですけど、待って、貯蔵庫の方がいっぱいだったな。OK。よし。よし、再開。これで最後かな。あと残り124枚。よし、これを消化して、もう、いいよね。もう、さすがに。今年中にはもうないと思うよ。もうこのね、この999枚系の動画は。スイッチ版のね、サードデータをね、もう再開させるのは、多分今年中はもう、99% ないと思うので、また来年ね、やりたくなったらやっちゃうぐらいなんでね、それまでは。まあこんな感じで、まあ何本かね、999連、1000連か、まあその動画の方はね、残してあるんで、まあ、作業用の、動画としてね、見ていただければなと思います。もうここまで長いとね、もう普通に見る気失せるよね、普通にね。ね、普通にここまで見る場がいないよね。いや、ちゃんと見てる方に申し訳ないんですけども、さすがにね、コメントとかでよくね、倍速みたいな感じでやってるんで、ああ、ですよね、みたいな感じなんで、まあ倍速で見るなりね、まああとは、そうだね、普通にね、自分の声が心地いい声だったらね、なんか睡眠用みたいな感じでね、見ていただければいいんですけどね。まあ、そういう声じゃないんでね。まあそうすると、まあ暇つぶしとか作業用とかになってくると思うんで、ね、まあそういう使い方で見ていただければ、まあ自分としてはね、投稿してよかったのかなって感じがするんで、まあちゃんと見てくれる方はちゃんとね、全部見てほしいなと思うんですけどね。まあここまで見るのがね、めんどくせえよっていう方はね、まあ倍速なりね、まあ、暇つぶし程度で見ていただければなと思うんでね。まあ、今後もこんな感じでね、流ったり動画も載せることはあるとは思うんでね。まあ、そしたらよろしくお願いします。極力は、まあね、そこまで長くしないようには心がけるんですけどもね。まあ、イレギュラーはね、常にね、起きるようには起きるっていうか、起きる可能性もあるんでね。よろしくお願いします。てか、長え、やべ、本当に長いんだけど。ちょっと待って。さすがにこれ長えな。やばい、早く切り上げたいよ。早く終わりにしたいって。待って、あと44枚ね。オッケー。辛抱してください。あともうちょいです。いやー。あ、でも、消化できたからいいんじゃないの？もう。
いやー疲れたねー。もうこの余った基本キャラクター全部 MP に変えたいんだけど、そういうことしちゃうね。してくれるように運営さんしてほしいんですけど、もう疲れた。もうこいつら全部経験値に変えるんだから、もう心痛いよ。まあ思ってないこと言ったけど、よしということで、本当にここまでお疲れ様でございました。ということでね、まあとりあえず、まあスイッチ版の方はあと残り、そうだね、合計10本まではいかないけど、まあ本当にもう残りわずかなんでね、まあ最後までは、まあ、頑張ってね、収録するのでよろしくお願いします。ということで残り4連ですね。4連回しちゃいます。いきます。はい。よし。やっとだ。やっと終わりです。はい、タンク猫。フィッシュ。統率力。強心で、これで終わりでございます。はい。っていうことで、じゃあ、貯蔵庫の方ね、これ整理してお願いしましょうね。はい。ということで、14枚でございます。じゃあ、最後にですね、チケットの方確認して終了しましょう。さあ、ということで何枚になるか。はい、ということで275枚ですね。まあ300枚到達はしなかったんですけど、まあそれなりに増えたんじゃないのかな。っていうことなんで、まあとりあえずね、このチケットに関しては、まあさっきのね、動画の中で言いました、キャラクターね、まだプラスの方がマックスになってないキャラクターがいると思うんで、まあそのね、ピックアップのガチャで、使っていこうかなと思うので、まあそれもね、動画の方で、まあやると思うので、まあよければそれも見ていただければなと思うんでね、お待ちしていただければなと思います。ということで、すごい長くなってしまったんですけど、ここまでご視聴いただきありがとうございました。ということでね、また引き続き動画の方を上げるのでよろしくお願いします。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。またね。